はい、はい、ゴールドジャパンですね。そうです、あ、聞いてるかもしれないですね、皆さんが。もうちょっと入ってます。あ、でも全然いいですか、ワイファイ繋がってますよね。え、多分マイク繋がってないですよ、ごめんなさい。はい、あ、大丈夫です。ちょっと質が変わるぐらい。もう始まってるんですかね、これ。こんにちは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 。すごい。しゃべくりジャパン。イエイ。イエイ。イエイ。大丈夫？著作権これ。ギリギリセーフ。引っかからんこれ。ギリギリセーフ。でもこう一応ね、ここでこうこっちで見てるけど、絵面的にはちょっと。グーター丸々的な感じが、ちょっと後で合成でここにね、魚だけ動かしてもらって。あ、そうですね。持ち寄りのなんかね、デザートとか持ってきて。あ、いいかも。でも私でも実はとっておきがあんねん、みんなに。何何するみんな。好きなの選ぼう。飲んでもんでるわ。ごめんやで、一人めっちゃフライングしたけど。何飲むのかな。うわ、ちょっと危ない、ピーに見えたわ。ちょっとこれ先選んでください。やぼやぼ。おすすめは？秋のフルーツ。わあ、絶対これや。ちょっとなんやろ。でも好き嫌いあるから変えてね、勝手に。はい。ありがとうございます。うちは。しない。もう飲んでるやんか。じゃあ。じゃあとりあえず乾杯します。乾杯しよう。刺せへんかったら飲まれへんで。こんな健全な始まり方ある？会議中？会議中？はい、どうぞ。はい。すごい、なんでみんなの時も上がるの？あ、よかった。イエーイ。第1回なのこれ。そうです。1回目。で、なんかもういろんなテーマを言われてるんだけど、はい、だいたい忘れてるから適度に喋っていこうかなと思うんですけれども。めっちゃ耳打ちするやん。やめれやめれ、そこだけで。ワイヤスのやめれ。でもまた初めましての人もいっぱいいるからね、順番に言っていこうかな。一番わけわからんのから言っとこうかな、私から。はい、え、そっちからいきます？私わけわからん。ほんまに？司会者から言うて。言うて。もう。じゃあ私、ドラッグクイーンという、ことをしてます。フェミニーナと申します。全身なんかコメントで全身みたいって来て、全身みたいって来てますやんか。じゃあ、でもそれはせっかくやから、あの気痩せの方で全身写ってるか見てもらったら。ええこと言う。でもアカウントはあの気痩せの方で見てくださいね。もう私今パンツ履いてないから立たれへんのよ。逆に見たい、逆に見たい、逆に見たい。でもこれあの、まあ、一応全部ね、オートクチュールというか、うん、作っていただいて、すごい。シャワーカーテンがこんなことになるんですよ。すごい。すごい。あ、さっきのライブ入ってませんでした。レア中のレア。一応ね、見えるか見えないラインはちゃんと守ってたつもりなんで、うん、見えた方はちょっとお宝で、お宝でね、スクショで。私のこと分かしちゃってもね、仕方ないから順番に自己紹介を。こなつちゃん。あ、私こなつです。 4L です。え、めっちゃ拍手少なかったな今。忘れてた、みんなウェってなってた。関姫でーす、4L でーす、イエーイ。 P です、 LL です、イエーイ。フェミニーナです、メンズ XL です。いやもう自分もサイズちゃんと言っとかなあかんのかなってなったわ。あ、すごい、みんな可愛いという意見をいただいてますよ、本当に。まあ、可愛くなかったな、ライブとかしてへんもんな、そら。そうね。何もなんでそんな詰めたの。いや、連中の選抜ですから、私たち。そうですね、第1回目の選抜ですから、イエーイ。
ねえ、まあこんなね、こう適当に喋っててもあれなんで、まあ事前にちょっとお客さんから、うん、さっきまだね、グータンなんちゃらっぽかったけど、次はね、月曜から何々のパクリみたいなパネルがありますので、はいはいはい、どんどんこう、どれからやっていくかっていうのをね、決めていこうかなと思いますけれども、うん、なんかこう出していくの気になったのがあったら、え、この写真ある？え、すごい。え、どれがいいだろう？ちーちゃん緊張しないでね、ありがとう。また自分の中広いなぁ。いや、今見えたんやん。あ、いいよ、触って大丈夫だよ。どれから行きますか？どれから行く？いや、やっぱりあのゴールドジャパンのやつなので、ここから行くのが一番ベストじゃない？そうですよね、はい、じゃあ呼んでください。ここから行きましょうか。はい、誰が送ってきたのかは知りませんけれども、はい、タタン、メイクやファッションなどでどういうところにお気にかけているかを知りたいですという。おー、じゃあまなちゃんから。何やろう、メイクやファッション。うーん、私はやっぱり低身長なんで、はい、丈感はめっちゃ気をつけてますね、はい、丈感やっぱり、うん、難しいよね。なんか私は、まあ、まあメンズだからあれだけど、どうしても背がもともと178あるので、逆に市販されてるのだったら全然もうそれこそ全部ちょんちょんになっちゃうので、大きいのも大変だけどね、ちっちゃいのも割と大変そうな気が。ボコートとかも今ロングやってるけど、階段行ったらもうズルズルズルってなるから、あー、うーん、悩み、スカートもね、悩み、キタケ、何でしたっけ？タケカン。何か気をつけてることある？私はジャパンに出会うまで、お客さんになるまでにすごいあのね、まあ、ブランドさんとかお洋服見に行くんですけど、肩幅がすごく大きくて、まあ、全部大きいんですけど肩幅が大きくて、パーカーすごい大好きなんですよ、うん、パーカー女子やって、でなんかメンズの方が大きいし、うん、なんか肩幅のほら線あるじゃん、うん、ここですよっていうところに私肩幅ないから、うん、メンズの L とかを引っ張ってきて買ってるみたいな。でしかもなんかダボって着れるし、うん、お尻も隠れるしっていうので、あのメンズのところに行って買いに行ってましたね、うん、でもそういう人でなんかメンズで買うてるの言えへん人とかいてはると思うけど、うん、全然多分おると思う、うん、言わんだけで、うん、メンズのとこ行って買ってるんで、うんうん、なんかそれこそ今なんか K-POP が流行ったりとかで、うんうん、メンズのやつやけど女子が着れそうな可愛い、うん、発色のいいやつだったり蛍光色とかもそうやし、うんうん、めっちゃあるから、うん、ね、大きい女の子とかもこう恥ずかしがらずね、メンズのとこ行けたりするからいいけど、うんうん、なかなかね、探すのがまず難しいし、じゃあ結構出会ったのは大きいってことね、ゴールドジャパンに出会えたっていうのは。そう、もう絶対あのパンツもやっぱりね、みんな太いからね、ぽ、うん、っちゃりだからね、ズボン履いちゃうよね、うん、あのジャパンのね、うん、デニムはすごいいいんですよ。言ってたよね、パンツがすごい山ほどある、ジャパンの山ほど持ってる、うん、すごく良かった出会いが。ねえ、なんか今なんかお客さんで高身長も悩むっていう意見があるみたいだけど、まあ、高身長のやっぱ強みはヒールじゃなくてもでかいからバランス取りやすいから、まあ、難しいで言ったらやっぱりちっちゃい方が大変なのかなとは思う。やっぱ実際ドラッグクイーンってこう普段メンズの格好で女の子の、ね、女装をするから、うん、比率を女性っぽくする努力っていうのはやっぱりしてて、だから足長く見えたでしょ、やっぱ女の子って、うん、で肩幅狭く見えたでしょ、うん、で顔ちっちゃく見えたでしょ、うん、そこに特化するためにやっぱり無駄に高いヒール履いたりとか、うん、そういうのもあるから、うん、メンズめっちゃおもろい。メンズかって旦那さんのですかって聞かれて複雑、そっ
そんなん私すべてのその女装道具を買いに行くとき領収書いりますかか、あの彼女へのプレゼントかですかしか聞かれない。でもそんなん私やったら逆手に取るから、もうなんかペッてして、うん、メンズなんか彼氏のも来ちゃったみたいな。そう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 、プレスに変えていかんと。そうそうそう、なんかやんじゃうし、そうぽっちゃり言うからって思っちゃうから、なんか彼氏の来ちゃいましたみたいな感じでやっちゃう。そうでも一応ね、あのこれ立てへんかったけど、この形のシャツをめっちゃ持ってて、うん、いろんな柄を持ってて、でそれはめっちゃこれ全体映るのかな、全体映ってる、これ映ってるのかな、このぐらい映ってます。これが彼氏のシャツを借りましたがテーマの大きさで作ってるの。あ、ナイス、178のめっちゃ大きいおっさんなんだけど、女装してるからより大きな彼氏を想定して朝帰りの女子を演じてるの。嬉しい、恥ずかしい、嬉しい、恥ずかしい、もう最高。ほんでもう次、ちーちゃんなんか気ぃつけてるところ。あ、私の気ぃつけてるところはね、私も身長が160cm なんで高身長やとは思います。でも、あの高身長やからもっと高くなりたくなくて、多分ヒールを履かない人って結構多いと思うんですよ。でもバランスってすごい大事で、あのヒール履い、逆に身長高いからって言って身ってヒール履かないんじゃなくて、私はまあ7センチぐらいのヒールを絶対まあ大体履くようにしてて、じゃないと何やろ、スキニーとか履いたりした時にやぼったく余計に見えてしまったりするので、あとは自分の体型もめっちゃ知ることやと思ってて、あのサイズにとらわれない、私は LL やから 4L、5L なんかそれでもう何体型に合えば全然いいなと思ってるし、なんか言いたいことわかる、それでもわかるよね、サイズにとらわれないでほしい、そうやな、メンズでも全然いいと思うし、そう、なんかヒールってやっぱり大きい、私も体重見桁あるから、やっぱり膝に来るとかさ、なんかそういうのがあるから、だから自分に合ったヒール探して、ヒールは絶対こう、ここぞっておしゃれの時はやっぱ履いた方が、やっぱり女性らしさを出せるっていうか、女性を武器にできる一つだから。え、でも難しいんですって、やっぱり。ぽっちゃりしてると痛いし、幅が広いやん。だからその、今って大きいサイズの、あの専用の 4E とか3、あ、出てるやんか。でも骨太くヒールがなればすごく安定するし、ヒールをやめたいっていう人結構多いから、でも絶対履いた方が、でも履かれへん事情もいっぱいあるで、赤ちゃん抱っこしてたりとかそれはね、やっぱり履かれへん、それはわかるよ。でも3センチとかはいけるかもしれへんやん。インソールやな。そうや、インソールか。じゃあ、まあ一応ファッションとメイクやから、の中でまあ、こう言える範囲でそれぞれのこうちょっとコンプレックス的な、そんなんあるね、一箇所一箇所コンプレックスの一番コンプレックスに思うところ。え、私言っていいですか。下半身、めっちゃ足太いし、太もも75センチぐらいあるし、ヒップも125センチぐらいあるから、めっちゃバランスめっちゃ悪いんですよ。ウエストは86とかなんです。そっからもう海外体型じゃん。そうなんですよ。だからあのほんまに H&M とかめちゃ合う。だから外人体型って言ったらそうやんな。さきたま気にしてるとこ。ぎょうさんあるで。一個だけやで。肩？肩。うん。肩幅、肩幅。ボツ見えるから私は。せやけど可愛い服はいっぱいあるからさ、着ちゃうよね。だって人生一回きりやで。ね、着たい服着ないとって思っちゃう。私はお腹ですね。お腹、お腹が一番出てるんで、下っ腹も出てるし、あの本当にやばいです。全然あと2人納得いってない感じに出てるけど。いやだってほんまみたいな顔してるけど。めっちゃ苦しい、めっちゃ苦しいパンツ。え、全部コンプレックス。私苦しいパンツ履いてますよ。肩こどんだ。いや。それ言ったら今なんかお客さんのこうコメントで、ね、私全部コンプレックスっていうのあるけど、それ言ったら私とかで言ったらそもそも性別的に見え方を変えるわけじゃない。ドラァグクイーンになるんで言ったら性別を帳消しにする何かをするから、多分誰でも何やろ、こう見方を変えれば全部武器になるし。そうですよね。
名言、ほんまそうやん。例えば下半身がコンプレックスって言うんだけど、下半身コンプレックスって、うん、私はなんか何だろう、やっぱり女の子同士の目線ではないじゃない、はいはい、からしたら、うん、こうボリュームのあるお尻だったりとか太ももって男の人にはないじゃない。うん、男の人って無駄にお尻ちっちゃく、めっちゃ上でかいのにお尻ちっちゃかったりとかで言ったら、すごい曲線の武器だと思うし、なんか肩幅とかも何だろう、丸みじゃない結局は。あのムキムキの人のさ、ここにごぼってある筋肉の型とかではないから、うん、だからそういうのってなんかすごいいかつい人がリュックつけたりとかしたらスポーツマンみたいになるけど、あの女の子のポチャッとした子がリュックしてたらちょっとなんかぬいぐるみさんみたいに見えると一応かわいいと思うし、かわいいってかわいいって、みんなそういうことだよ。そういうことですよ。武器にしましょう。武器にしましょう。ね。そう、なんか今流行りやん、なんかそのお腹がっていうのもさ、なんかこうフィットネス行ってさ、美尻なんちゃらとか、それはそれで素晴らしいけど、腹筋割れてるってさ、もうなんかワンダーガールじゃないねんからさ、何と戦うみたいな感じになってくるやん。確かに。なんか全然それはそれでいいと思うし、やっぱ海外、うち2年前にオーストラリアに2年間住んでってとかって、もうなんなら大きくてもこうへそ出し来たりとか、いてるよね。そう、海外の方、日本に来ている人でもやっぱり露出、私は私なんだからっていうすごい自信もオーラもあるし、なんだろう、素敵だよね。日本人がこう思う、隠そうとするから余計なのかな。そう、なんかさっきの着痩せコーデみたいなやつとかも、あるものはどう頑張っても消せないわけだな、はい、やったらそれをいかにメリハリをつけて武器にするかっていうのが余計出た名言。何これ何かほんまに、だから出すとこは出した方がいいし、私は多分ありがたいことにそんなに足とかが短い方じゃないけど、とてつもなく太いから、やったら根元まで見せた方がこうお尻鍛えてる女子っぽく見えるかなと思って、あえてギリギリの丈をね、足を見せるし、そういうことね。そういう感じやと思うねんな。ちょっと1個長すぎたら次行こう、まだまだいっぱいあるから。行きましょう。どれ行く？あ、これちょっと私も聞きたい、一般の女子に気にしてるのがあれば。汗でも落ちないメイク方法、使ってる化粧品。汗でも落ちないっていうのがあって、なんかあの最後化粧した後にメイクスプレーなんかあるじゃないか、それで汗はやってる。あ、夏はね、フィニッシングスプレーみたいな、そうですコーティング剤みたいなやつね、あ、私もそれはやってるかな。なんか画面に何かある、あります？私すごいメイクこだわりあって、メイク大好きで、あの一時期メイクの仕事をしたりとかしてたんですけど、汗で落ちないっていうのは、そもそもメイクって何でもそうですけど土台が大事なので、とにかくあの、ね、メイクする前の工程がすごく大事。どんだけ水分入れてあげるかだったりとか、保湿してあげるかで、その日のバランスであの化粧水こんだけにしようとか、保湿クリーム塗っとこうとかで、あの崩れが変わるの で汗が出たら、あのティッシュオフだったり、今あの韓国で流行ってるパッドっていうのがあって、美容成分が8割9割で、あの化粧落としが1割入ってるんですよ。でそういうのをパパッと、あ、なんかワックスみたいなケースに入ってるやつ、そう あれ持ってるわ、私も。そう、あれをちょっとクリクリってして、そっからまたパウダーでポンポン持って押さえるとか、全然それでもいいと思いますけどね。なんかある？落ちないメイクで気をつけてる。私めっちゃボロボロなんですよ
なんかそれさ、答えてないから。いやだから、めっちゃ、わーはーって思った、みんなの話聞いて。みんな思ってくれてんのかな、うん、なもうなんか、ふみさん、どこ行こうからファンですって、もう1年前やからな。ね、ありがたい限りね。ねまあ、ほんで、たぶん、この今、ゴールドジャパン見てる人って、うん、まあ、ぽっちゃりさんが多かったりするんだろうけど、あの、どこ行こうファン、たぶんめっちゃ多いと思う。めっちゃ多いと思うね。なんやろ、こう、MC2 人がさ、こう割と、ね、こう、ちょっと言えないけど、そんな感じやから、安心感だったりとか、まあ、あの人すごいファッションにこだわりもあるし、ね、メイクとかも多分美容部員さんばりにすごい量持ってて、すごい研究されてるから、だからそれで言ったら、私はそのマックのフィニッシングスプレーがあって、あね、それをそれこそともこさんにいただいて、で、それ使うようになってから、割となんかマットなタイプと最近流行りの光沢タイプって2種類あって、でそれで結構落ちるのを防げたりとか、あと何かなあ、1個気をつけてるのは、結構人にメイクする時とかもあって、でそういう時に気をつけてるのは、もともとあのオイリー肌の人にやるのか、乾燥肌の人にやるのか、なんかメイクしてギってくるんですって言われるから、結構あのオイリー肌用を使うんだけど、実は乾燥肌でメイクしてるから急激に油を吸い出してる可能性があるから、そういう人はしっかり乾燥肌用の下地を塗ってからしないと、どんどん油が出てくるから、勘違いしてる人多いですよね、油が出てるから私は油化粧なんだとか思ってるの、すごくそんな感じかな。なんかコメント来てますか、他なんかあります、コメント来てたりとか。レミさんのアイメイクアップで見たい、アップで見たいよ。アップで見たいよ。じゃあ近づいてみようかな。でーでスクショタイム。スクショタイム。どのぐらい近づいてるのかなこれ。はい、お色気？こんな感じです。今日は遠目でしか映らないと思ったので割と雑です。アップになってました？なってました。なってました。なってました。ちょっといい感じのアップ、いい具合の距離感で良かったです。素晴らしい。お綺麗だわっていうことで、ありがとうございます。なんかこう自身のメイク綺麗って言ってくれはる人いるけど、それを真似することは多分できないから、女の子のね、多分このね、メイクしてたらほんま世紀末かみたいになってます。真似することはできますか？オーバーリップは、リップはできる。ねえ、実はあの、椎名林檎じゃないけど、これ書いてるし、このほくろは。見た今日。グリ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 って言ってる。マジですか？そうそうそう。しかも、あの、これですよね、あの、輪郭書いたついでにグリグリしてましたもんね。そう。びっくりした、私。なんか一応舞台用のメイク道具を使ってるので、 あんまりこうアイライナー用とかアイブロウ用とかって分かれてなくて、結構全部いけるので、こうなんかこうもうちょっと踏み込んだやついってみろ、行きましょう。でもね、パッと見た感じで2個あるから、こことここ、はい、であとこれね、あこれね、割と一生懸命じゃないかな。みんなの悩みどころよね、それが。だってみんなこうファッションが好きでこれ登録してるってことは、結局ここにつながるってことでしょ。そうですよね。言える範囲でこう恋愛的なのみんなしてる？そんな固まる？みんなの期待を裏切らないで。みんな、あそこに出てる人はみんなハッピーなんだわと思って見てるんだから。そうね、そうね、恋した時でもよろしいかな、よろしいかな、よろしいかな。恋バナだね、恋はね。で現在進行形、それともこう過去とかのやつが聞いたのか、うん、どっちも混ぜる、どっちも混ぜてもいいかな。コメントでさっきちゃん来たよってどういうこと、あ見に来たよ。あ、そういうことね。あ
ありがとう。みんなありがとう。恋バナだね。恋バナ。どんなのが聞きたんや。キュンキュンするやつにしようよ。一番キュンキュンしたやつ。キュンキュンしたやつにしよう。キュンキュンするやつか。どうしよう。キュンキュン。キュンキュンあれへん。キュンキュン。え、なんか何されたらキュンキュンするみたいな。うん、あ、じゃあここは絶対外せないっていうのであって、私は、聞きたい、ね、まあ、飲み屋さんとかでも働いてるから、うん、全然見てない、こう視界に入ってないお客様とかでも、うん、ほんで他の人と接客してて、うん、カラオケ歌った時の声で惚れることがある、めっちゃ声フェチで、でも大体振り向いて残念なんだけど。やめなーやめなー。だからこうテレビとか見てても、もう若手の俳優さんとか全然知らないし、こう結構ながらでかけてることが多いから、うもう声で、あ、今ちょっと濡れたかもみたいな。ピー入りまーす。ピー入りまーす。いや、ほんま何濡れたかは言ってないから、ね、涙が濡れたかもしれへんし、汗ばーって出たかも知らんから。そういうことね。上手。もう、すぎる。いや、なんかほんまに声かな。フェチってことですか。フェチ、うん、だから今までで一番キュンキュンした恋っていうか恋愛も、うん、その人の声も一番いけると思う。やだ、思い出してんじゃん。思い出してんじゃん。声か。声か。目閉じとこうって言ってる。目閉じといて、目閉じて、いや、ほんまになんか街中でも目閉じて歩いとったら、うん、めっちゃタイプの人いっぱいおるんやと思う。へー、声フェチってことですね。結構、あ、分かります、ね、うん、低いのがいいんですか。うん、で意外とあのね、見取り図のあのロン毛の方わかります、変な声の方。ちょっと反応がすごいね。もう、どっか効果音出しちゃったかな。ちょっとね、ちょっと特徴的な声が好きかも。めっちゃハスキーとか、ただイケボみたいな感じよりかは、めっちゃ低いとか、めっちゃスモーキーとか、なんならちょっと高いっていうか、変わった声とかでも、特徴的な声が好きかも。でも声はわかるかもしれない。私なら匂いやもんな。そうです、身長とかもう、あの顔とかどうでもいいんで、うん、匂いです。なんかあるおか、なんか一番キュンキュンした恋愛を、だからキュンキュン、もう分かるわ。キュンキュン、キュンキュン、何されたらキュンキュンするよ。何されてもキュンキュンするよね。ちょっと待って、せえへんのキュンキュン。私でも気になってる人からされたら滑ってるキュンキュン。あ、それはな、あーあー、やだ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 ー。たださ、手こうやって触られただけでもキュンってせえへん。そらするやろ、好きやからな。そういうキュンってこと。じゃなくて、え、私、はなちゅんちゃん。どういうこと、どういうこと。好きな人と、そうならん、え、そうじゃない、こうやってあの赤ちゃんにするやつ。絶対そんなんされたらもうどついてまーす。あ、でバックハグやって。バックハグ言う。あ、バックハグね。バックハグわかる。うちはそれはしたい派やから。したい側。バックハグを、あ、こういうこと？なんかもう。え、バックハグって興奮する？あ、なんかバックハグっていうか、例えば家とかで映画見てて。うん。自分の膝の中にいてくれて、こうずっとギュッてしてるの好きかも。絶対腑に落ちてへんやん。いや、わしこれ絶対さ、知り合いのゲイの子とかドラッグクイーンの子見てたら、もうボロカス言われてんやと思うよ。ミニーの何言うとんねんみたいな。あ、だって何かスーツネクタイ、フェチフェチ、あ、スーツネクタイあれじゃない、わかるわ。でもよくある、ね、これこれじゃない、スーツの。あ、あとこれやろ、バックするときのこのなんか余裕や。これやろ、これやろ。そうそうそう、この手みたいな。わかるわ。えさ、このご時世さ、あんだけこうバックのさ、モニターとかあるのに、それやってる男って私ほんまに嫌いなの。なんめっちゃ運転下手なんかなって不安になる。なるほど。ミラーで、それこそ、それやったらこう後ろにやるのよりかは、めっちゃ前とかサイドのミラーだけでめっちゃ綺麗に入れる人の方が、あ、すごいかっこいいと思う。え、待って待って、誰が脇の下の匂いってさ、もう、フェチじゃない。脇でええやん、もう、それやったら。
なんで脇の下なの。じゃあでもな、あの男の人ってえそういう匂いじゃないの二人は。いや違うよ。違うんだね。男の人の首の後ろとかこの付け根、まあ女の人もそうやけど、自分の匂いがするから、めっちゃあの好きな人はいい匂いするんやって。まあ、でも私本当に出したわ、あの自分が好きな人やったら足臭くてもいいねんけど、足の指一本ずつ噛んでいくねん。どういうこと、好きと、あ、臭いと、どういうこと、分からへんやん、パニクル。これちょっともう地上波じゃない。もうなんか、あのなんかフェチすぎる、フェチすぎるやろ。噛んでそれは何、噛むことが好きなのか、味わうことが好きなのか。絶対味わうことだよ。絶対爪って臭いやん。無理。なんか好きな人に限りますよ、それは。やばい。それは無理です。いやじゃない、大丈夫ですか、みんな引いてません。噛んでいて痛い痛いって言われるのが好き。大丈夫、分かるこれ。あ、でも分かるんじゃない、痛い痛い言わせるの。いや、それはあんまり興味ないかも、痛いとかは。めっちゃ特殊って言われてる。そう、結構、こんな見たくらいやけど、平凡なエッチだと思う。平凡なエッチ。大丈夫、これ大丈夫ですか。これで全然大丈夫でしょ。これで恋バナになった。恋バナじゃないよね、これ。特殊いただきました。恋バナっていうか、もう。あ、でしょ、だから、恋バナっていうのは、ぽっちゃりの人が、こう、恋、どういう風にしてるかってことでしょ、じゃないの。あ、コンプレックスに思ってる人がってことじゃないの。うん、何を喋ってた今まで私ら。え、だから逆にぽっちゃりでなんか、まあ、好き嫌いとか、そういうので太ってるのが好き、細いのが好きっていうのは、もう範囲になってるかなってないかだから、恋愛にもなってないわけじゃない。だからそれは別として、まあ、普通に向こうからも好きって言われて付き合って、ぽっちゃりがゆえに、なんかこう悩んだこととかある、今までで。ぽっちゃりが言うに恋愛で困ったことある。なんか絶対ある。なんかね、ぽっちゃり、ぽっちゃり、男の人の言うぽっちゃりと女の人が言うぽっちゃりが違うから。そうそうそう。ふかきょんがぽっちゃりとか言う人もおるやん。ふかきょんは結構ぽっちゃりだと思うよ。どないなりますよ、ほんなら。どないなりますの。どないなりますの。あの、自覚的には何にジャンルしてるの。それだけ聞きたい。そのあと、ね、ちょっと言葉のチョイスが変わる気がする。あれやん、あの、ふかきょんはなんか、ふっくらしょうだけ。ぽっちゃりじゃないでしょ。ふっくらしょうだけ。あ、ふっくらの方が下なんだ。ふわふわしとう感じ。あー、誰から見たら、誰がデブなんですか。やばい、言ったら、大きい。ぽっちゃり誰までなんですか。ヤストモとかはどうなんですか。ぽっちゃりじゃない。あ、でもモノもぽっちゃりじゃん。いや、ぽっちゃりよ。あ、よかった。時間が長いねん、言うのかよ。長い。いや、後ろの中でぽっちゃりって体型っていうよりかは雰囲気だと思う。あ、雰囲気ですよね。へえ。確かに。なんか、こうデブとかガリとかっていうのは、こう判断基準じゃない。うん、でもぽっちゃりってぽっちゃりさんっていう、なんか色黒さんみたいな、そういう雰囲気じゃない。あー、雰囲気ね。だからほな雰囲気やったら、ふかきょん細か細いって思う、でも OK ってことだろ。だから話の落ち方落とせんかった。デブって言わないで、ぽっちゃりって言って。あー、じゃあもうさ、デブとかってさ、死語じゃね。もういや、あんま言わない。死語だ。え、でもだから、それこそ私は下半身太ってて、意外と顔は比べると細い。そうだから、細いと思われたら嫌いって。すごい細くて、みたいな。でもそんなデブやろ。ある、私も。え、それでお腹してたんみたいな。なあ、どこにもそのもう一個下なったみたいな。究極ここ持たれてロッククライミングって言われたから、ね、ロッククライミングって言われたから、ね、背中の肉ね。すごい、ふっきょんさんは細いという声が殺到中。おお、素晴らしいね。でも、そうなんだ。あれかも、恋して太っちゃったパターンなんですよ。あの、恋してっていうか、まあ、同棲してて、まあ、彼が料理をし食べて、私も料理をし食べてって言って、まあまあまあ
幸せ太りしてで失恋してまたやけ食いで太ったタイプで、そう失恋はさもうあの太ったから振られた的な、そんなことで、そうなんや、だから前の私の方が良かったみたいな、でもそれはなぜか幸せ太りしたのにもかかわらずみたいなやのに体型が太くなったから振られたっていうのは多いよ、多いよね、多いよね、太ってるから嫌やっていう人は多い、多い、確かにもう日本はそうかもしれない。でなんか今なんか意見ね、あのアナウンサーさんのミトちゃんやミトちゃん、もう細いって言うけど、細いの定義がわからんかも。じゃあ幅めっちゃ広いですか、ぽっちゃりの幅めっちゃ広いですよ、だから自分がある程度認めたりとか、その業界での中でやったらぽっちゃりってことじゃない、その人がみんなもそうやし、あのフカキョンもそうやし、ミトちゃんもそうやし、デブとは思わない、うん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 、デブってなんかこう幅をね、さっきも言ったけどやったから、ぽっちゃりってそんなになんか悪いイメージもないし、なんか他ぽっちゃり談義に、恋バナからぽっちゃり談義に変わったけど、ぽっちゃり好きな人探すしかないね、太ってるから隣歩きたくないって言うから、誰やそんなこと言うの、目え、そんな低レベルな男と歩いてあかんの、絶対やだ、ほんまやわ、ねえ、まずそういうこと、そんなこと言う男に、そんなこと言う男と歩きたくないって言うべき、そうや、そうや、そうや、絶対そうでも私、初めにかますかも、かますあの、かます、例えば、自分より細い男子がいたら、あんた絶対回し蹴りで折れるもん、ゆうちゃんそれでいいやねん、男やかますじゃなくて脅迫今コンプライアンス的に結構大変よでもそれを言っていかへん男子やったらあの食いついてきてくれるやろな、私がこんだけ私太いからさって言ったらやっぱ重いじゃん、でもだからあんた絶対回し蹴りしたら折れるでとか言ったりとかして、いやそんな折れるかいなって言ってくれる人やったら、あ大丈夫やなって安心しちゃう、そうなんか今こうぽっちゃり系ばっかりがおるからあれだけど、もうそのめっちゃ細い友達がおって、こう腕しらの業界の中で気象狩りっていう言葉があるのよ、細すぎてちょっと怖いみたいな言葉があって、多分一般的に言ったら多分今風なスリムなんだけど、でも男っぽくないとかっていうので気象狩りっていう言葉があって、それをその友達に言ったら、気象狩りって言わないでおしゃれスリムって言ってってすごい剣幕で怒られたことがあって、でそれで、ね、多分ぽっちゃりがぽっちゃりって言われてちょっと嫌な思いをしたりとかするのと一緒の感覚で、みんな悩んでるんやろうなとは思うけどね、そういうことか、そういう人はそういう人ね、もうまだこんなに残ってますよ、そうでもなんかね、まだこれ恒例にしていきたいみたいな、あともう一個ぐらい言っとこ、やっとくよ、これやっときます、これ終わって、え、みんな大丈夫ですか、質問とか大丈夫、質問とか大丈夫かな、あ逆にみん、あ、これみんなもう言われるやつ、言われるやつ、みんな痩せたらめっちゃ可愛くなる、でもそれって今可愛くないって言われてるってこと、そういうことやんな、そういうことやんじゃない、確かにって思ってしまうんよ、思ってまう、思ってしまう、なになになに、いやだからみんなコンプレックス あるからさ、みんな可愛いっていいんじゃない、そう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 ね、ほんまや、太いからなんちゃらとかなんとかだから太いみたいな、なんかそういうのはあのいいじゃんね、痩せたらとかもういいやん、ね、だって今の自分に満足してないわけじゃないから、そう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 、どこかしらそう、もうずっとさ、十何年ニートのやつがさ、本気出したら社長になれるって言ってるのと変わらないから、ね、一緒男友達は得るからこっちはやかましいわ、言うたれ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 、ほんまに、でも大林素子さんも縦長やけど得るよ、あれ細いけど基準が分けないよ ね、 そうですよね、男の人の感覚がほんまに分からない、髪長かったら女っぽいとかさ、あーね、巻いてたら気使ってるとかさ、お前してから言えよと思うよね、ほんまにどうするこの中から選ぶか、質問なんか
か。そこはね、もうまとめて終わった。終わったね、恋バナ系やから。で、なんか喋ってほしい的な。そう、もうじゃあコメントで。コメントでなんか一個気になったんですよ。そうします。どうしよう。あ、そうか、見えてないんか。今何が残ってるか。あ、じゃあ。これ1番、今ハマってること、ハマってるもので、2番、これ何回な、読むの頑張れ皆さん、関西弁が素敵なので、女がおる女みたいな面白い系、ちょっと見てみたいです。女が怒る女、それ次の回にしよう。うん、ちょっと複雑ね。恋は複雑ね、一番好きな〇〇、どんなジャンルでもいいので聞きたいですっていうのが3番、1番か2番かかな。1番か2番か、みんな、まあ、割とこれとこれ近いけどね。一緒やな、うん、じゃあ一緒にしよう。一番今、マイブーム的なやつ。マイブーム、マイブーム、マイブーム、ないっすよね。あ、質問来てますよ。あ、ぽっとうなの、それで聞きたいと思う。男子がもし見てたら、ぽっちゃり女子から見たぽっちゃり男子ってどうなの。限度があるよね。え、何なの、このどの口が言うとんねん。どの口が言うとんねん。やかましいわ。限度があるよ。もうそれを言うってことは向こうにも言われた。男にも、え、大きい女の子ってどうって聞いて、限度あるよって。ちゃうやん。めっちゃおもろいやん。でかい、でかいすぎたら、あ、もう飽きませんやん、やっぱ。え、でもさ、やっぱりみなりにあれ、あの、気を使ってる人の方が よろしいわね。そういうことです。太ってても別に綺麗くしてくれてたらいい。いいにおい、やってみるね。そう、そういうこと。清潔感あれば全然いい。うちはなんかその女子目線じゃないとこから言うと、3人はぽっちゃりに値するのよ、うん、それなんでかって言ったら、メイクしかり、ファッションしかり、その気使ってるからぽっちゃりなのよ。なんか私が思うデブ、うん、っていうのはそこをなんかこう諦めちゃってる。うん、諦めないで。諦めないで。諦めないで。聞いてみたいな。諦めないで。ごめん、今コメント見てた。そう、だからそこなんじゃないかなと思うから。うん、だからでも多分このライブ見てる人はファッションに興味ある人だから、みんなさんぽっちゃりなんだと思う。あ、素晴らしい。でもおしゃれなぽっちゃりね。うん。だから糖尿じゃなきゃいいかなって、あいた男性が。あ、じゃあもうでかくてもいいけど、ね、病気を心配するっていうね。優しい。あ、まあ、それ大事よね。もう結婚とか考えるぐらいの感じで付き合いたいとかなら。私全然気にしない。かわいい。え、どんだけでかくてもいけるの。いける。細くでもいける。200キロぐらいでもいけるの。え、大丈夫。嘘でしょ。いや、ほんまほんま、私ストライクゾーン広いの。広いコナツやから。広いコナツ。なんか素朴な疑問なんだけど、はい、めっちゃ大きい同士やったらエッチできんの。いや、ほんまそれやねんな。これめっちゃほんまにそれ、それはもう。あ、大丈夫、ガッツリなものを言わなければ大丈夫よ。大丈夫ですか。いや、でも質問にはありました。みんなしてることだから。そうだよ、恥ずかしいことじゃないよ。できるでしょ。やったことない。しんどない。どうした。ほんまにめっちゃ大きい男性と、うん、ちょっと酔っ払った勢いでこうなりそうになったことがあるんだけど、ちょっとね、無理だった。どういう意味。そういう意味で男性は大きすぎると無理なのかなと思う。女の子ってぽっちゃりしたらある程度胸とかさ、お尻とかも大きくなるけど、いい意味で武器が増えるけど、男はちょっとね、こう隠れちゃうから。あー、めり込んでいくってことですか。いう意味で、なんかその大きいのでもいいって言ったから、え、それって成り立つのと思って。あ、え、成り立つ。そこまで考えてなかったですよ。大きい人200キロとか付き合ったことないから分からへんかった。でも付き合ったらいいかなと思う。あ、心やね、それはもう。大きいってお腹どこ。いや、お腹が大きいからそうなるんじゃない。え、お腹が出てきたらめり込んでいくんですか。どういうことなのかそれ。いや、でも隠れちゃうじゃない。なんで隠れるんですか。だから、たるんでくるからやろ。あ、あ、ここと入り込んでて、妊婦みたいに前出えへんから。あの、結構過激に言ってるつもりが、私結構オブラートに包んでるつもりが。過激やけど、オブラートには。ホルホル隣が。突っ込みすぎて、ちんちゃん。ホルホル。やばいやばい。突っ込
みすぎて、ツッコミすぎて、やっぱり大きすぎると、なんだろう、トイレとかも困るし、知り合いのめっちゃ大きい人が、いろんなお店に行くたんびに便座を壊す人がいて嘘、行くたんびにそう、でもいろんな何軒か分の便座を寄って勢いよくバーンって座ってバーンって割れるっていうのをやばいやん、カバンに海洋一緒かなあかんやん大事な日みたいなな、ほんまに、だからこんな話でいいの、このいいですか、しゃべくりジャパン、めちゃくちゃ笑ってくれてるよ、コメント、やばいって、あ、便座クラッシャーって書いてあるもうヒーロー名みたいになってるやばいよいや、でもまあまあ、こ今ね、その恋バナもできたし、ハマってるものはハマってるもの何も言えてないけど、まあまあ、ハマってるものはでもあれじゃない、定期的にこのライブをすることじゃない、なるほど、上手、お上手よっよっよっ、ほんまに後で、あの反省会はしっかり聞きますごめんなさい、もう本当にごめんなさい、はい、え、何これ、今日の名言、コンプレックスを武器にしよう、名言です、今日の名言だそうです、そうね、コンプレックスは武器だから、うん、お尻とかお腹とか胸が大きくなったかって、お腹をどうやって武器にすればいい、なんかお腹が出てるってことは、うん、お尻の強調されたスカートを履けば、うん、すごい背中のラインが大きく綺麗に見えるから、あの外人さんのポコッとしたお尻に見えるから、でも分厚いところになりますけどね横から見たらね、あ、だからこのその上に羽織るアウターだったりと か、 あ、それがさ、ほら気合せで、そうそうそう、ラボで分かることやわ、前回の、前回かな、なんかいつか見てたあのライブで誰かが着てるの、なんかピンクのアウターで、うん、後ろにリボンみたいなのついてる、あ、コートでしょ、うんうん、短いやつ、うんうん、MA1 の、あ、はいはいはい、うん、あれとか、お尻大きいとかお腹ポコって出る子とかは、うん、前は隠せるけど、お尻があえて出るじゃない、あれは、うん、出るとかは、すごく外人さんみたいな感じになると思う、買う、ねえ、今日でそれで今日着てたさ、あのロングのさ、うん、スウェット生地みたいな、うん、あのピタッとしたスカートあるじゃない、あの着たらほんまに外人さん体験になると思う、うーん、多分気になった人おるから、それは着合わせね、ね、着合わせだね、研究所 の、 究所 の、 あの今日のライブ残ってるのよね、うん、残りますに見ていただければいいと思いますので、はい、まあこんなグダグダな感じでしたけれども、楽しかったです、はい、楽しかった、ね、楽しめた、楽しめた、楽しめたよ、え、遅くない時間差ね、あのこれいつだっけ、来週もあるのね、で、あの、時間は一緒の2時からでやりますので、うんうん、で、まあこれからもこのしゃべくりジャパン、うん、その大きい人の悩みだったりとか、こういうことについてしゃべってほしいっていうのを、うんうん、ゴールドジャパンのストーリーの方に、うんうん、あの質問ボックスみたいなのがあるから、うん、そこにいろいろ書き込んでもらったらいいと思うし、はい、それでね、時間もいろいろ喋れて、まあ、今日恋バナ、はい、あとコンプレックス的なやつ、うん、あと何があった秒で忘れるじゃん、忘れてる、まあ、でもあのメイク、あ、メイクとかそういうのを言ったので、ね、まあ今日はざっくりの大まかなことばっかり喋ったから、もうちょっと部分的なものだったりとか、ね、聞きたいことがあればどしどしこちらまで、あ、こちらまで、あ、そちらまで、みんないろんなとこ出して、いろんなとこ出して、この辺までお願いします、よろしくね、よろしくお願いします、はい、こんな感じで最後もう一回だけで、はい、今日はですね、しゃべくりジャパン、はいはい、ドラッグクイーンのフェミニーナとチーと杉姫と小夏がお送りいたしました、ありがとうございます、ありがとうございます、またね、あ、バイバイ、バイバイ、バイバイ、停止ボタンを二の腕が疲れるよ。